こいつ物分かりが良すぎるぜ。ふん、自分の立場理解してねえんじゃないの。いいか、手を出すなよ。こいつは俺がやる。みんな同時に来いよ。ちょっとうるさいやつが近づいてきたんでね。やるなら早い方がいい。あの向こう、泉、3メートルは飛んでるぞ。右手の力か。そんなはずは。島田、お前とうとう正体を現したな。正体？じゃあここで勝負するかい？これは僕が望んだ状況じゃない。降りかかった火の粉だよ。そうだろう。行けよ、あとは俺が何とかする。そう、じゃあ任せよ。おいおい、逃げんのかよ。ふっ、カッコつけやがって。仲間をかばったつもりかよ。仲間、お前らなんかに何がわかる。今日はこのまま帰ってくれ。それからさっきのやつには二度と手を出すな。あんたに言ってるんだ。この中で一番強いんだろ。こいつなんで知ってるんだ。矢野さんとは初めて会ったはずなのに。いい目をしているな。何も知らないくせに勝手なことばかり言うんじゃない。口で言って分からなければほんの少し痛みを。帰るぞ矢野さん。負ける、やったらきっと負ける。